あいつらは追い返したし。暇になったわねー。さーて、こそこそ隠れているのはわかっているのよ。姿を現しなさい。いやーそんなに警戒しないでくださいよ。白霊の巫女さん。これで警戒するなっていう方が不自然よ。もしかしてあなた。それ以上は言わせませんよ。何こいつ。ここまで知っていると他言する恐れがありますね。残念ですが、あなたには死んでもらいます。うわ、何よあいつ、急に攻撃を仕掛けてくるなんて。よそ見するほど余裕なんですね。さすがは幻想郷最強クラス、といったところか。な、落ちろ。やばい。弱いですね。そんなもんですか。まだ全然全力を出していないというのに。確かに、手加減されている感じはある。でも、戦闘力がおかしいのよ、あなた。さーてそろそろ時間が押し下をさせてもらうとしますねー。ふっ、あなたよ。ほう今のところから挽回する。まあ、そろそろ力を解放するとするか。めっかい解放。何よこれ。あなたは知らなくていいものです。さあ、こちらは終わりましたよ。あら、そう、結構早かったわね。どうしますか、放置しますか。このままでいいわ。何せもう幻想郷は我々の手に入る。あれですよね、一回白霊大結界を壊しデータを取ってから幻想郷を破壊するんですよね。そのつもりよ。それって、この幻想郷というパラレルワールドを破壊することですよね。今さらどうしたの。おかしい、ジュエリーによるとこの幻想郷にパラレルワールドアドミニストレーター通称 PWA がいると聞いていたのだが。それだけ？こっちはやることが山積みだから無線切るわよ。はい、ありがとうございました。何かしら、さっき力の波動を感じたのだけど。いやどうも。あなたは、誰かしら？私はとある幻想郷観光人よ。幻想郷の観光人？はぁ、幻想郷最強クラスを舐めないことね。ぬるいわよ。ま、そんな言い訳が通用しないことは知っていたわ。それでも幻想郷は甘い。というよりは幻想郷は謎が多い。の方が正しいな。仮にも幻想郷最強クラス1位だ。油断はしない？それに知っているのか、幻想郷の今の状態を。まさか、あなた仲間を。ま、私も暇じゃないからそろそろ倒させてもらうわよ。メキセン。破滅の波動。破壊してブレイク。はい。これは、追い出されたのか。まあいい、これで始まる。南次ぐ、全面戦争だ。なんだこいつら。とりあえず私は後ろの奴らを相手するわ。じゃあ僕はこっちを。こいつ、やけに戦闘力が高い。でも高が1億だ。さて、奏は大丈夫かな。あら、3対1とは卑怯なことをするわねー。まあ、逆に好都合だけどね。波支配、空気をも震わす破壊の波動。ちょっと周りを警戒しながら、霊夢に伝えよう。奏と生涯亡くなってから早1年。なぜ見つからないんだ。能力も反応なし。と。この反応は、やっと見つけた。あれ？どうしたの？奏たちを見つけた。本当に？あゆみ、幻想郷は知ってる？ああ、さっき奏たちをそこで見つけた。幻想郷が神の手によって破壊されかけているらしい。それって奏たちが。そうだな。もしかしたら弱体化を受けているかもしれない。とりあえずあなたに幻想郷に向かってほしい。わかった。気をつけてね。ああ。奏、生きていてくれよ。